は中盤戦以降ではイン柔軟気味の展開となってきました3日目のオラレタブセ解説記念 KRY 山口放送配送脱線競争水面は11レースのスナッチ選抜となります風向きが変わりやすい状況で現在のところはスタートライン上少し追い風となっています水面状況です6選手が2幕筋ゆっくりとした動きでコースは枠なりの体勢です ここ人気の中心は1番の岡谷健吾です。ここまで序盤安定感があります。2着並べています。1番岡谷が陰線となります。2コースは今日ここ1回乗りとなります。山口支部大阪の川崎誠二。初日の水面ではスタートは決まっていました。2番の川崎誠二2コース。3コースは3番の宮本夏樹。前半戦は2コースから差して1着。こちらも序盤はコーリズム。 そして外枠勢は前半の大敗から巻き返せるかというところ初日の動きは光っていました4番の若狭奈美子が4コースの稼働位置となります5コースが5番の石雄也前半の大敗で連帯途切れました2人6コースは6番の川崎美康スタートまで10秒切りました進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です スタートしましまたスタートは5コースから5番の関関が飛び出していく内側寄せていくさあそのうち伸び返して4番の若さが先にまくっていく4番の若さまくり切りました一方5番の関、1幕ちょっと前が塞がったような行き場なくして一気に最後方スタートは前提正常でした。 先頭4番の若さ2番手、たたのしてきたのは3番の宮本に内から6番の川崎宮泰2マークの旋回、先頭で4番の若さが丸そして2番手は3番宮本そうして後ろの方ちょっとアクシデントがありました2マークではアクシデントがありまして上位3手は4番、3番、6番です。 なお1番の岡田には転覆のため失格です1番ののには転覆のため失格となりました2周目、バックテレチン上位3定が移りました先頭4番の若狭2番手が3番宮本6番の川崎君康が3番手ですこの3人が抜け出しました2周に幕の旋回ですここは自己艇が出ています自己艇避けての旋回でホームテレチン移ります 先頭が4番の若さ、2番手に3番宮本そして3番手が6番の川崎公康上位3手は4番、3番、6番で縦に長い展開となりました後ろ4番手、差が開いて2番の川崎誠二最後方に5番の関がついそうです1番のお方にこのレース転覆失格となりまして波乱の展開となりました先頭4番の若さ、2番手、3番宮本3番手が6番の川崎公康 大きくこの3人が抜け出しました2連単の43では72.6倍のッツそして3連単は4番、3番、6番の組み合わせ397.7倍のッツ後輩との決着です先頭4番若狭豪輪3番、宮本豪輪6番、川崎公康豪輪2番、川崎誠二豪輪5番関合輪、関豪輪 なお1番のお方には転覆のため失格でございます。